はい、こんにちは皆さん。人生勝負だよ。どういうふうに勝負するのか。そうですね、根性演歌ですね。根性演歌っていうジャンルがあるのであれば、これが根性演歌でなくて何演歌じゃっつうねんという感じですけれども、歌い出しはね、でもあの歌詞を聞いているとなんか失恋の歌かなってちょっと思っちゃうの。顔を真っ赤に泣き晴らしって言うと、なんか悲しいことがあってわんわん泣いたのかなって言うんだけど、違うんです。生まれてきたときゃみんな裸、おぎゃーと泣いて生まれる赤ん坊のことを言っていたのでありますね。そうね、一瞬ちょっとあら恋愛が絡む歌かなって思っちゃったりしましたけれども、フェイントです。で歌い出しからやっぱり根性演歌ですから、一つ一つの文字の粒をちょっと、もしグラム数測れるんであれば重い感じで歌うようにする。そのためにはやはり、言葉をしっかりと、ちょっとスローモーションで発音してるみたいな感じで歌うと言葉に重みがついてきます。決して歌い急がないことが重要だから、顔を真っ赤に、ちょっとこれ重たすぎに感じるかもしれません。ちょっと大げさにやりましたけれども、このぐらい遅れないけれどもややスローに歌うだけで、歌声に重みがあるように聞こえます。やっぱりちょっとこう人生君とか根性演歌っていうのは歌声が軽いとちょっとこう雰囲気がそぐわないかなというあの気がしますので、あのお声の細い方もこの超スロー着信をやっていただきますとですね、あら不思議、お声がどっしりとしますので、ぜひお試しください。さあ、みんな裸の後見ていきますよ。何の遠慮がいるものか、ね、顔を真っ赤から、みんな裸までは少し重めに歌いました。どんな重い歌でも、どっしり歌う歌でも、必ずどこか1箇所2箇所は軽く歌うべきところがあるんです。で、逆に言うと軽く歌うところがあるから重いところが引き立つ、重いところがあるから軽いところが引き立つ、ね、歌始まってから一番最初から最後まで同じ色で染め上げようとしないで、必ずできたら反対色で一部染め上げるようなつもりで歌を作っていくととてもいいと思いますよ。ですから、何の遠慮がいるものか、ここはちょっと軽やかに、お顔だったらちょっと笑顔で歌ってみてもいいと思いますよ。ね。じゃあ軽くいきますよ。何の遠慮が三杯。何の遠慮がいるものか。このぐらい軽く歌うと、まあ、前半のどっしりとの対比が効いてきますね。で、歌を練習するとき、皆さんどこで練習してるかな。そりゃあまあやっぱりビッグエコーだよね。いやいやいや、自分家でやるって方もいると思います。で、ポイントはですね、自分の歌ってる時の顔を見ながら練習するととても歌があのコントロールしやすくなりますから、こういう風根性演歌の時にもどっしりしてるところはちょっと眉間にシワが寄ってもまあや許す許す、で軽く歌うところは自分の眉間のシワしっかりほどいて笑顔になってるかどうか、お顔をチェックするだけでも自然に声色音色が、軽やかになっていきますから、どっちから入ってもいいの、どっちから入ってもいいので、ぜひお試しあれ。できたら大きい鏡がいいけど、なきゃ手鏡でもいいです。その後、立って半畳寝て一畳があればできるさ。このあたりも実は対比が効いてるね。これ逆だとどうかな。
まればできるさ。あ、オッケー、成り立ちますね。あればできるさ、両方おもおもにしないで、どっちかをおも、軽おも、どっちでもいい、違えてみて、で軽さを歌う部分、重さを歌う部分を楽しむように歌をどんぶらこ流していってくださいませ。最後決め台詞、うん、人生勝負って言ったら、うーの口のをまんまほどかないようにしてください。そうじゃないと、勝負だれていきますと声もだれていきますから、うーって言ったら、ぶーって言ったら、うーの口のまんまですよ。ね、唇周りの筋肉もしっかり鍛えて、アンチエイジング頑張りましょう。はい、それでは人生勝負、ピアノで歌ってみましょう。ようこそ演歌の森、番組も見てね。いきます。1,2,3,4 顔ブー。はい、上手に歌いましたか？練習してねー。